ご視聴ありがとうございます。ゼルダの伝説ティアキンの2周目の、シナリオを進めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。前回、ゾーラの里につきまして、祠をいろいろやったりとかしまして、今日はですね、ここのシド王子がいるんですけども、今左上にいますよね。こちらシド王子に会いに来ました。でここからちょっとねストーリーが進むと思いますので、ちょっとやっていきましょう。武器がねちょっと槍の方がいいんだよね。これゾーラの槍なんで濡れてるとね強力になります。でこれちょっとこの後最後の方で戦闘がありますんで、それでもう強力だつのはよくわかりますん でお楽しみにしていただけたらと思います。本当に気になるか、はい、そこはストーリーですね。シドたちはあれですかね、水を浄化するっていう能力があるんですかね。会いたかったぞリク。会いたかった、僕も会いたかったよ。で今シドがつけてるなんだっけ、氷の槍って言ったかな、あの槍に関してはですね、このストーリーがこのゾーラの里のストーリーが終わると、この里の方で作ってもらえることができますので、まあ、それはいつかね、いらないんですよ、はっきり言って。いらないんですけど、まあ、なんかね、動画にしようかなと思いますんで、またちょっとそれ別途やろうと思いますんで、はい。あれですね、まあ、いろいろ、まあ、調べてるんですよね、このヘドロがどうだとかですね。まあ、実際この空の上の異変なんですよ。もう、なんだ、空から降ってきてますんでね。ひどい状態ですよね、ほんとね。これゾーラの里の源流というのはやっぱり、まあ、雨とかね、まあ、この山に溜まっている水が源流なんだと思うんですけど、まあ、かといって、まあ、今シドはこう水を、ね、浄化しているということなんでしょうね。で、今ちょっと、ね、学者さんが調べているというところがあるんで、そこに向かいます。この後ですね、はい、学者に行ってもいい、ね、ジアードというじいさんだというのでね、はい、移動がね、ちょっとね、変な時間かかっちゃったので、ちょっと一部移動はカットしてますんでね。はい、この後ちょっと向かいます。今ちょっと見えてるところがね、前回やった祠ですね。はい、シドですね。はい。で、場所的にはですね、この、その先じゃん、うん、その辺ですね。はい、この辺になるんですけど、向かいたいと思います。途中ね、魔物が若干いるんですけど、まあ、大した戦闘ではありませんので、まあ、無理して戦う必要もありませんので、まあ、通り抜けるだけでいいと思いますよ。特別なんかね、なんか、こいつの素材が欲しいとかってあれば別ですけど、まあ、特別なければ、そのままスルーしちゃっていいと思います。私は結構ね、スルーしちゃいました、ここはね。はい、で途中で、ね、攻撃されて、ね、ハートが減っちゃってますけど、はい、でこの先に今学者がいますんで、はい、独り言は聞いてましたけど、まあ、気にしないでください。はい、はい、まあね、ほんといろんなもんさあるんですよね。まあそれが調査ってもんですからね。でこれね、水飲みもね結構あるんですよね。だからまあ拾える範囲で拾った方がいいと思いますよ。はい、うん、行っていきますね。やっぱあると便利です。ここから先ヘドロをね綺麗にしなきゃいけませんので、はい、この人がね今調べ物をしているんですね。うん、いかめしい様式まあね、ゾーラのね先祖たちがね本当に残してくれたんでしょうね。うん、おリンクではないかと、はい、もうお世話になっております。はい、いやしかし聞いてくれ大発見をっていうのでね、まあ、このおじいさんはですね、まあ、前回のねあのブレワイにもいろいろ出てまして、であとですねゾーラの里のですね、まあ、あの基本的なお話なんですけど、ゾーラの里の王様とか昔の人に関してはですね、リンクのことをね、心よく思ってない人ってね、結構多いんですよ。で、ブレワイで、やっと、その雪解けになったという感じなんですよ。まあ、ゾーラの里を前回ブレワイで救ったからね。で、ね、だいぶ、まあ、リンク、まあ、昔馴染みではあるんだけど、結局、ミファーをね、お前は救えなかっただろう、みたいなことで、すごくね、悪いイメージを持っていたんですけど、まあ、今ね、友達みたいに喋ってくれるのは、ね、非常にありがたいですよ。おー、ぶどうぶどうぶどう、ぶっ取れた。はい。はい。
はい、で昔馴染みの人ねだいぶねあのリンクのこと覚えてますよね。もう100年以上前からねリンクのことは知ってますので、はい、これでハマりましたので話すと、あ、話さなくても自動で行くのかな、はい、ジアドさんとかね、あとドレファン王のね、あの月の人とかはね、もうリンクこの野郎ぐらいな感じにね、なんか言ってましたもんね、前回はね。うん、はい、これね、雫っていうのが今キーワードになりましたけど、その雫をね、矢で射抜くっていうところまでやります。はい、というわけでね、その後のことはちょっと見ていただくと分かりますので。王の証っていうのはですね、まあ、これドレファン王と話しましょう。象の証を矢で射抜かなくちゃいけないので、象の証をつけて矢で射抜く、その雫をですね、はい、それはこの後分かりますんでね。はい、空魚っていうんですかね。まあ、それまですぐ分かりますんでね、この後ね。とりあえずドレファン王に会いに行きましょう。ちょっとね、分かりづらい場所にいるんですよね。はい。はい、行きましょう。ドレファン王はね、ちょっと今、御殿の方にいるんですよね。ゾロの里にはいませんので、で、この、そのせい、先にいるんですよ。今ね、とりあえず祠に戻るんですけどね、滝の中にね、御殿みたいなのがあるらしいんですよね。そこにいますので、ちょっと会いに行きましょう。ドレファンをね、戦ってね、ちょっと傷ついてますんでね。まあ、なんとなく結構なじいちゃんっぽいでしょうね、ドレファンもね。まあ、シドで大体年齢100歳超えてますんでね。だからシドとかこのゾーラの里の人たちは時の流れがちょっとゆっくりなんでしょうね、あのハイリア人と比べてね。で、場所はちょっとね、僕いまいちよく分かってなかったんですけど、このね、さらにね、下なんですよ。ここじゃないんですよね。滝の入り方がね、ちょっとなんかね、まあ私うまく言えないんですけど、なんかね、反応が悪いというか、うまく言えないんですけど。これちなみにね、洞窟扱いだったと思います。危ない。ここじゃないの？これもう一個下かな。今ちょっと行ってみましょう。で、ドレフォーンがいるところっていうのはね、洞窟扱いなんで、洞窟扱いってことはあいつがいます。なんでしょうね、いい意味で射抜くやつね。あ、そう、これ上がっちゃうんですよね、気をつけないとね。ここだと思いますね。あ、ダメージ食らっちゃいましたね。浅いですよね。でこれね、まっすぐ行けばいいんですけど、あれ、ここじゃなかったっけな。ちょっとね、わかりづらいんですよ。おー、忍び谷氏。おー、今回初じゃないんだよね。あ、初かな。もう音鳴ったぐらいですからね。あ、ここか。ここかな。あ、なんか光ってますもんね。ここですね。ここにね、ちょっとご静養なさって。これ泳いでいくとね、いけるはずなんで。加速するとね、いけんじゃないかな。あれ、いけないな。おお、おかしいな。なんか光ってますもんね、これね。これね、加速する。あ、いた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 。ここがね、そうです。ドレファン王がいますんで、会いに行きましょう。清流の御所っていうね、あの場所なんですけど、でね、ここはね、まあ何度も言いますけど、洞窟扱いなんで、あいつがいますからね、弓でやると、アイテムになるやつ、名前が出てこない、すいません。はい、ドレファン王いらっしゃいますね、なんかね、ダメージ食らってますね。ムズリもね、昔はね、リンクのことをね、嫌ってましたよね。うん、何を企んでっつって今でもちょっとなんかね、ちょっとなんか敵対行為みたいな感じになってますね。久しいな、リンクということで、まあ、ドレファンをちょっと傷つかれてますね。うん、うん、で嘘をつくな、まだまだこんな扱いなんです。ドレファン王はね、ほんとリンクのことをちゃんと信じてますよね。うん。ハイラル城が浮上した直後。はい。まあ、その直後ぐらいからやっぱね、こう、天変地異っていうのが起き始めたんですね。
まあ、ドレファンはそうですね、魔物と戦ったんですね、それでね。で、ゼルダが消えたと。今ね、ちょっとね、体を休められてますね。ゼルダとモデサイ、まあ空なんですよね。なので、次の動画ぐらいで空ですかね。すいません。王の証っていうのはですね、これゾーラ王の鱗、要するにドレファン王の鱗なんですよ。はい。はい、これね5枚もらいましたんで、まあ、5回は失敗できますけど、まあでもそんな失敗するようなレベルではないと思いますね、はい、ただねちょっと分かんないとね、でですねこのあと行く場所でちょっと私ね思いっきり忘れちゃったことがありますんで、ちょっと先にお詫びしなくちゃいけないので、そこに行ったらちょっとお詫びしますね。はい、でここでちょっとワープしますが、ちょっと時間の都合上さらにカットしますんですいません。移動のこれを、はい、でここに戻りました。でね、ちょうど正面なんですけど、水がジャバジャバいってるところがあるんですけど、あそこがですね、あの目的の場所の水が落ちてる場所になります。ここはね濁った水なんですけど、一応上がれますんで、はい、ここから上がりましょう。すごい全力で走ってますよ。そうそう、体力回復した方がいいですね。はい、はい、でねここ行きます。でちなみにこの正面の台地にね岩ロックがいるんでね、あの鉱石必要ならぜひ行ってください。でこう上に行けます。これ魚の形してるんですよね、これ自体がね。ウロコマウシマって書いてますけど、これね、魚で、大変申し訳ない、すみません。ここにね、実はね、ゾーラの兜があるんですよ。で、これのついでに取ろうと思ってたんですけど、すいません。完全に忘れてまして、これ後に取りに行きます。で、これが雫ですね。これが雫です。この位置から弓を放ちます。ドレファン王から、まあ、いただいたウロコをつけてですね、放ちます。ねえぞ。この中にあるのかな？ああ、それそうですよね。絶対この中にあると思うんですけど。いや、結構階層深いですね。すいません、これはね。大変失礼いたしました。どれだ？どれだ？どれだ？この向こうの方にあるんですね。はい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 、はい。まあ、たくさん持ってますね、しかし。まあ、ヒノックスの爪でしたね。お、それじゃないのっていうこと思ったんですけどね。非常に多いですね。ああ、ありました、ありました、ありました。はい。これを放ちます。うん、ちょうどいいところですね。これが雫の形してますよね。ここがなんですよ。で、これを放つとさらに行きます。ね、これがね、行きますよね。これも確かに難しいですよね。はい。で、ここがさらになる、さらなる目的地になりますので、次のね。はい。おお、やったーと思ってですね、もうここでちょっと安心しちゃったんですね。で、それでですね、あのゾーラの兜を取り忘れるっていうですね。ここのね、実はね、あ、ほら、漏れちゃうんですよ。これをやった後に取ろうと思ったらね、完全に忘れてるんですよね。すいません。で、すいません。これはですね、動画上、シドの元に行っちゃいます。で、ゾーラの兜の動画は、ちょっとまだアップしないと思うんですよね。すいません。これ、後にね、別枠でアップしますので、はい。ね、取り方が説明できますので、すいませんでした、本当に。で、ヨナさんがここに来てますね。はい。相談があって来たの。なるほど。はい。はい。で、リンクが状況を説明します。で、この時点で、今ちょうどこれ見えてると思うんですけど、槍、これ今ゾーラの槍を持ってるんですけど、ゾーラの剣でも、まあおそらく何でも、ゾーラ系だったら何でもいいんですけど、ですね、水に濡れたらですね、威力が倍になるんですよ。で、私は今回ゾーラの槍を持ってるんですけど、で、ここで戦うんですけどね、水中関係に関しては、水関係に関しては、ゾーラの武器を持つことを推奨します。非常に強いです。
で、このペドロ・ライクっていう、ね、ここでしか出てこない多分魔物だと思うんですけど、これちょっとこの後戦います、戦闘になるんですけど、ものすごくね威力が強いのが分かりますんで、はい、ぜひぜひ、はい、じゃあそういうわけでシドと一緒に戦います。はい、戦いますよ。はい、まあ、シドもね非常に強いんでね、まあ、この後ねあのシドが仲間になってずっと一緒にいますけど、あ、シドは強いですね。あの賢者のね、あれですね、もしあの何でしたっけ、絆がね強くなったらシドもね結構強くすることをお勧めしますね。はい、でここでですね、私の場合はあの水の実を使ってどんどん水をなくしていきます。バン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 いきますね。そうすると出しますね、弱点をね。はい、で、はい、でガンガンいきます。はい、こんな感じです。もうヘドロヤックもこれ倒せるんですけど、はい、でも結構ね、あの弱いやつじゃないと思うんですよ。これ攻撃力相当高いですね。あのぜひあのゾーラの里での戦闘はあのゾーラ系の武器をお持ちすることを本当に強くお勧めしますので、これおすすめです。はい、というわけで、はい、大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですよ、うん、まあ里はやっぱりね防御ができてるんでしょうね。はい、で、で、実はですね、今ちょうどヨナさんの話出てますけど、貯水湖の、あの柱の話なんですけど、次回はね、その貯水湖の方に行って、まあ、なんかね、ちょっと、ね、神殿みたいなのがあるんですよ。そこに参りますので、まあ、次回はそこのやつかなと思いますね。完全に忘れてますよね。ゾーラの兜をこの動画撮ってる時にね、完全に忘れてるんですよ。実にもったいないことをしておりますよね。まあ、ゾラの兜とね、あの、なんですけど、スピンアタックってのはできるようになるんですよね。はい。まあ、これはちょっとなんかですね、まあ、あの、シドの恋愛話みたいな感じになってましてですね。はい。まあ、この後ね、この人は王妃になりますんでね。そうですね。まあ、いつも乗れらしく、まあ、シドついてきてこのままね。はい。そうですね。だからあと、ま、2回、3回ぐらいかな。ゾーラの里はやっぱね。ちょっと長いんですよね。そんなに難しくないんですけど、全体的に長めになりますので、ね。はい。というわけで、シドと一緒に旅にすることになります。ここから。はい。というわけでですね、本日の動画、間もなく終了となります。はい。行きましょう、行きましょう。はい。もうね、もう張り切ってますよね。はい。よかった、よかった。はい。はい。じゃあ、というわけで本日の動画はこちらで以上となります。次回は、光の柱の方に行きます。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。